どうも、鈴木ミートです。前回の動画ではスイッチに関するリークをいくつか紹介していきましたが、今回は PS4、PS5 についてのリークを紹介していきたいと思います。エルデンリングやホライゾンといったタイトルが控えていますが、まだまだ対策が物足りないということで、これから発表されるソフトはいくらでも待たれていますので、このリークの中で真実になるものがあると非常に嬉しいラインナップになっていますので、よければ最後までご覧ください。ではまずは、プレイステーションの新作の発表会が2月に行われるのではないかという噂が業界関係者の発言により出てきております。ソニーは任天堂ダイレクトのような定期的な新作発表の場所を設けてはいませんが、昨年の10月にはステートオブプレイというイベントを行われており、それを最後に新作発表のイベントは来ていません。2月に行われるイベントは今後数ヶ月、数年にわたるソフトのラインナップを紹介するイベントとなり、それもかなり大きなものになる可能性があるとリーカーは言っています。さらにそのイベントでは、これまで音沙汰のなかったホグワーツレガシーもついに姿を現すかもしれないということを示唆していました。ではここからはソフトについてのリークを紹介していきます。まずはラストオブアスの PS5 リメイク版の情報から。ラストオブアス1の PS5 リメイク版の開発が現在進行中だそうです。進行中というよりもほとんど完成間近となっていて、2022年の後半にもリリースされるかもしれないと複数の人が述べていたそうです。さらにこのリメイク版は単純なビジュアルのアップグレードにはとどまらず、PS5 向けに一から作ったものになるようで、ラストオブアス2で初めて導入されたシステムなども採用された、全く新しいものになるとのこと。バイオハザード4のリメイク版の開発については、2020年初頭にも報道がされており、その後の状況については何も明かされていませんでしたが、先日思いがけないところから情報が出てきました。バイオハザードの象徴的な敵役、ウェスカーの海外版の声優を務めている DC ダグラスさんという方が、自身のライブストリームで、バイオハザード4のリメイク版で声優をまた担当することを述べていたそうです。さらにダグラスさんは、リメイク版のコンセプトアートをファンと共有をしたその後、Twitter アカウントを削除したとのことなので、かなり信憑性が増したようにも感じます。他のリーカーの情報にもよると、バイオハザード4の開発は、RE3 を制作した M2 で開発がされていたと言われていましたが、開発がカプコン社内に戻り、さらに開発は進んでいると言われています。バイオハザードはカプコンのドル箱タイトルですから、開発自体は確実でしょうし、4のリメイクに関しては前から声も大きいものですので、今年中の発表を期待したいですね。フロムソフトウェア製のロボットアクションゲーム、アーマードコアシリーズ最新作が発売されるのではないかというリークがされていました。前作のアーマードコア、バーディクトデイが出た2013年からすでに8年以上が経ち、続編は絶望的かと思われていましたが、ここへ来て希望が見えてきた模様です。それは海外の新作用のオンラインアンケートに投稿されたもので、新作のスクリーンショットや短いプレイ動画を2本、さらには新作の概要についても明らかにしておりました。宇宙を舞台にした大きいスケールを感じることができるフィールドや、体の部分と武器をカスタマイズできるというシステムなんかについても触れており、かなり具体的なもので、よほどの暇人でもなければここまで手の込んだものを作ったりはしないと思われますので、アーマードコア6の発売期待ができるのかもしれません。ファイナルファンタジー9のイベントプランナーの青木さんによると、9に関連した何か新しいことが今後行われるそうです。この発言がリメイク版を指しているのか、 PS Now への登場を指しているのかは分かりませんが、リメイク版への根拠はこれだけではありません。クラウドゲームサービス GeForce Now の内部データに海外のプログラマーがアクセスし、情報を得たそうです。そこには PC 版がまだ発表されていないタイトルや未発表の新作も含まれていたそうで、その中に FF9 リメイクのタイトルも含まれていたとのこと。ちなみに FF9 リメイク以外のタイトルを挙げると、クロノクロスのリマスターやキングダムハーツ4、モンスターハンター6といったにわかには信じられないタイトルがかなり多く挙げられていました。興味深い内容ではありますが、これがもしプロトタイプの制作が行われた形跡だとしても、いつ出るか、そもそもリリースまで結びつくのかはわかりませんので、過度な期待はしない方がいいかもしれません。いかがだったでしょうか。現在判明している PS4 や PS5 に関するリークを紹介していきました。海外ファンが多い PS 向けのリークは手の込んだものも多く、すかされるということも両手じゃ数えられないくらいありましたので、あくまでこんな噂がありましたというくらいに留めていただけるとありがたいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。
チャンネル登録、高評価ボタン、ぜひよろしくお願いいたします。鈴木ミートでした。